どうもネオチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は、雪の日にね行った西丹沢の大滝キャンプ場、そこへねまたお邪魔して、今回ヨーキーが11頭集まるということで、早速行ってみようと思います。天気はね曇りっていう予報だったり、小雨って言ったり、まあ微妙な天気でね、まあ屋根のある場所を借りれたので、そこですれば大丈夫かと、強行突破で開催です。でね、この日春一番みたいな、なんか吹くっていう予報だったんですかね、突風がピューって吹いたりとかたまにねしたんですけど、なんとか無事に過ごせました。その様子をまとめましたので、楽しみにご覧ください。前回来た時はここ真っ白でしたよね。でもしっかり溶けてくれたので安心して入場できます。看板犬のゆいちゃんもしっかりとお出迎えしてくれました。準備も整い、さあ今日は開始しましょうか。大きい仲間がいっぱいです。お、ガモポポです。おはよう。あいにくの雨ですけど、総勢11頭。この子は何ちゃんだ。つくね。この子はこの子がリアン君。こちらの子はかわいいね。何してんの。かわいいね。くつろいじゃってるね。おはよう。よろしくね。セシ、おはよう。またまたクリスマスジャージでやってきましたよ。お、なんか咲いてる。今日もいっぱい楽しみます。よく、おはよう。おお、すげえファイヤーしちゃってるな。ね、暖かい。いやー、いいですね、焚き火。本当火遊び大好きだね。料理の開始、まずはミネステローネを作ります。早速作り始めてるんですけどね、じゃがいもをねガンモパパからもらう約束してたんですけど、すっかり忘れて、具材はこれだけで、出来上がった時ね、あれなんか物足んないと思ったら入ってないんですよ、じゃがいもが。まあね、それでもみんな美味しいと言ってくれて、食べてくれたのでよかったです。全部さあ作りますか。ゴーゴー。まずはベーコンイン。もうちょい火力が必要だな。いいですね。これ鹿の何？ハツ。ハツ。え、どうだよ。もう。これちょっとミネストローネ完成。いやー、うまかった。
そしてね、車の電子レンジでパスタを茹でて、早速残りのスープに入れてね、混ぜました。で、味見してみてどう？と言ったら、うん、まーうん、まーとすごい大絶賛。そして仕上げにね、バジルとチーズをインしたらより最高で、隠し味にニンニクも入ってるんです。これはみんな分かりませんでしたね。シカタンシコタン、この前おしゃまんべがどうのこうのってなんですよね。今度はね、ミスジのステーキを焼きます。結構筋っぽいので、よーく、筋をカットして、一つ目はホットサンドメーカーでね、氷にし味仕上げてみました。これはね、ホットサンドメーカー入れると結構水っぽくなりましたけど、みんな美味しいって食べてくれましたね。で、こちらの方は塩、それとニンニク塩ですね。それでジューッと焼きます。この音を聞くと幸せになります。いいでしょ、これ今すごい入ってない、この音は大変だよ。焼けました、じゃじゃーん、バター持ってきて。バターあるよ。あ、安い、うん、どうする、乗っけてからもう一回行く。いや、味付けこれ塩コショウ、でもあれじゃない、本当はバター、この最初だったかな、バター喋ってもいいんだよ。いや、なんか邪魔しちゃうな、喋り、なかなか喋れない。じゃじゃーん。どうもレオチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。なんか最後あそこのフライパンの上だったね。今度は最後の仕上げにバターを、あー、こぼっちゃった。あー、こちらのステーキは堀西のプレミアムを買ったんで、その味付けにしましたよ。おいしくなあれ、おいしくなあれ。いや、いい感じじゃないですか。ステーキを食べてお腹も満たされたので、ワンコの散歩に出かけます。先週は雪だらけだったけど、またこれくっついちゃうやつなんだよな、杉の葉っぱな。
じゃあ降りるか。レオ。はい。降りる？今度はピザを焼きます。じゃあこれを持ってって。バーナーで炙るしかないね、これね。いい感じに焼けましたよ、これ。表面はね、少しバーナーで炙りました。いいですね。ちょっと弱火がいいね。いろいろと美味しいものが立て続けに出てきます。ワンコたちも飼い主も大満足。そしてね、焼き芋、これも甘かったな。でね、ガンツク夫妻のこの焼きうどん、うまかったな。夫婦愛が詰まってるって感じですね。大丈夫？ほら、穴、こっからやばいじゃん。なぜかね、最後にこれが入れて盛り上がりました。ポップコーン、いやこれはね、なかなか焼けないですよ、フライパンで。でね、お、来たじゃん、来たじゃん。おーおーおー、振って、振らないとダメだよとか、穴開いてるから出ちゃうよ、飛んだらパクッと食べてねとか、いろいろ盛り上がっちゃってね。すが、邪道な焼き方をしてるので、別角度から撮ったやつも楽しんでみてくださいね。穴から飛び出そう。振って振って振って。わいわいみんなで楽しんでたら雨もどっか行っちゃいました。楽しかったな。皆さんありがとうございました。今度はね、ちゃんとポップコーン正規に焼く邪道な焼き方しないで楽しみたいと思います。でね、レオも満足して家に帰ったらこの様子です。今回の動画はここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみにしてください。